春の砂漠は平岩弓江の小説。1986年から1987年に週刊産経で連載された後、1988年に文芸春秋から刊行された。また、それを原作にして、1988年4月16日から同年7月9日にかけて、日本テレビ系列の土曜グランド劇場で放送されたテレビドラマ。 全13回。複雑な関係を持つ三姉妹、長女、京子は、父親の連れ子、次女、かよは、母の連れ子、三女、柊はその父と母が再婚してできた子であった。京子は敏腕商社マンの夫、昭一郎を海外出張先の部屋に訪ねたところ、かよと遭遇して、ショックを受ける。その嫌な思いを振り切ろうとかよは柊を誘って、チュニジア行きばらしに行くと、 タワラスケに出会った。シュウはタワラスケに惹かれたのだが、カヨもまた訪れていて、タワラスケは彼女と惹かれ合うことになった。それまで一年にわたり、クイズ番組枠となっていた土曜くじ枠が、視聴率不振によって編成外され、再び連続ドラマ番組枠の土曜グランド劇場へと戻された、その一作目。復活する以前の土曜グランド劇場は、日本テレビの実写制作。 もしくは当時関連会社だったユニオン映画の制作によるものでほぼ占められていたが、本作は日本テレビ初起用の元 NHK ドラマプロデューサー、近藤進率いる総合プロデュースの制作で NHK を定年退社したばかりのドラマ演出家、深町幸男の民放ドラマ初演出作品ともあって、それまでの土曜グランド劇場とは違う。 そして当時の日本テレビのドラマとしても異色作であった。なお、5番組、花嵐の森深くも引き続き総合プロデュースによる制作で NHK 朝の連続テレビ小説出身、若村真由美が民放ドラマ初出演にして主演となり、演出も岡崎久しら元 NHK ドラマ演出家を起用するなど、こちらもまた NHK 色が濃かった。ありがとうございます。